今画面の左の前の方に宝富士が上がってきましたが、平幕力士が千秋楽の揃い踏み、宝富士にとっては初めての三役揃い踏みです。平幕力士としては去年九州場所1年前の琴勇輝以来です。そしてこちら西方、優勝した横綱鶴竜が後ろです。最高優勝を果たした横綱鶴竜、今日結びで日馬富士との対戦。